せーの、キラーン、陸七タウンです。今日は陸七夫婦旅行パッキング。もうパッキングされたんですか？じゃあ閉めます。パッキング終了です。なんかお気に入りみたいでずっと入ってます。ここ先ほど私の方からサプライズをさせていただいたバースデー旅行 in 大阪。ちょうどさっきね、ナナにサプライズで明日ユニバに行きますって言われたもんで、ちょっと僕もね、髪型をねさらっとね、明日の髪型練習したんですけど、急遽ね、人生初のユニバに連れてっていただけるっていうことでいいんですか？本当にぜひぜひ。前の動画でユニバの動画だったり上がってると思うので、そちらもチェックしてみてください。はい、トイストーリーホテルの時僕らパッキング動画だったんだけど、あれって本当にもうほぼトイストーリーのおもちゃ紹介だったじゃん。 だからちょっと今回はリアル旅行の、そうリアル旅行の僕たちのパッキング動画がねお送りできるのではないかと思います。はい、では早速行きましょう。あれあれ何っけ。まず大事なのは服ですね。はい、当日の服を紹介します。はい、まず初日は、はい、さっきさっと決めたんですけど、ハリーポッター。そうハリーポッター。2日目はスパイダーマンコーデでいきたいと思います。僕のための2日間です、ね、僕のための2日間です。あのね、スパイダーマン、ハリーポッター、あとは昔ので言うとバックトゥーザフューチャーとかね、ジュラシックパークとかね、もう本当に大好きなんですよ僕。ハリーポッターに関してはもうね、多分さ、ディズニーと同じくらい好きだよね。そう、ゲラート・グリンデルバルドになる前のグレゴロビッチからグリンデルバルドが盗んで、ダンブルドアと戦ってマルフォイがエクスペリアムスってやって武装解除してピッてやってニワトコの杖奪ったんだけど、マルフォイの杖がハリーが所有者になったからハリーがニワトコの杖の所有者っていうね、もうそのぐらいも大好きなんですよ僕は。まず初日はハリーポッターっていうことで準備いたしました、はい、私がこちらです。じゃじゃーん、どうぞ。マジ？あなたはハッフルパフです。そう、俺ハッフルパフなんですよ。マジ？え、マフラー？そうです。当日の？当日身につけようかと思いまして。え、準備してくれたの？そうです。マジ？私はグリフィンドール。え、ありがとう。あなたはハッフルパフです。そう、俺ハッフルパフなんですよ。まあ、なんでハッフルパフが好きかっていうと、あのホグワーツを作ったグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ、4つの寮があるんですけど、グリフィンドールは僕はね、ハッフルパフが好きなんです。はーい。でね、まあさっきチラッと服装話してる時に、向こうでローブを買おうかなっていう話になったので、そうそうそう、ローブは向こうで買うとして、これはちょっと持っていきます。はい、マフラー。やった、嬉しい。まああとはローブに合わせた服を考えましたので、こちらをご紹介お願いします。はい、はい、じゃあまず靴からですね。靴はハッフルパフ黄色っていうことで、ドクターマーチンの黄色のブーツを履いていきます。こちら当日履いていくのでね、スーツケースに入れないんですけど、これをしっかりと履いていかせていただきます。はい、ハッフルパフ。下はちょっとこんな感じでパジャマパンツを履いていきます。ちょっとダボっとした感じでね、ローブを着るからローブに合わせた感じで履けたらなと思って、下はダボっと選びました。で、上は白 T がいいと思ったんですけど、こちら N 浅草っていうブランドの T シャツでして、全然あのこれ PR とかじゃないんだけど、もともと働いてた職場の店長がやっているブランドで浅草にあるんですけど、その T シャツをね、ちょうどね白着たいと思ってて、シャツは着たくないんだよね、暑いから。白 T はこちらを選びました。これにローブを着るって感じ。そうですね、これにローブにマフラーだね。私はまあローブを着るからやっぱモノトーンコーデがいいかなと思いまして、モノトーンにいたしました。上はこのちょっとピチッとしたパンティーですね。ローブ似合いそう。そう、なんかさ、私たちディズニーの服ばっかり持っててさ、これさっき超話したよ ね、 なかなかないわけ、そのディズニー以外の服っていうのが。で、下はこのスウェットパンツですね、黒の。これは一応私のセレクトショップで発売しているものなんですけど、高すぎて、これにこれでローブを着てこのマフラーをします。あー、いいね。で、杖は誰の持つんですか？杖はダンブルドア先生のニワトコの杖を持ちます。やばいね、ダンブルドアから奪ったの。そうだよ。でも最後ハリーがさ、映画だと撮ったじゃん。折る前のお話。あ、なるほどね。じゃあ1800年代ぐらい。そうそう。でね、靴はね、この私のお気に入りのキラキラのドクターマーチンでいきます。やっぱローブ着るならマーチンがもう合うね。そう、なんかブーツとかね、そういう感じがいいよね、スニーカーより、ね、っていう感じですね。はい、インスタにあげるので見てみてください。はい、これは着ていくので置いておきます。じゃあ2日目。はい、2日目はスパイダーマンコーデでいくので、から紹介していきます。はい、どうぞ。じゃあまずスニーカーの方から、こちらジョーダン1をね履いていきます。本当はスパイダーマンってことで、マイルズみたいなシカゴのジョーダンが履きたかったんですけど、買えないし、
レアすぎてようわからんし、こちらにいたします。で、服なんですけど、まずデニムがこちらですね。ちょっとダボっとしたデニムで、やっぱスパイダーマンって言ったら赤と青なので、まあ、シャツ後で紹介するんですけど、ちょっと青をちょっとしたダボっとしたデニムを履いていきます。で、シャツなんですけど、こちらのスパイダーマンのもう超お気に入りのシャツを、ね、着ていきます。これ確かね、古着屋さんで買ったんだけど、もう一目惚れ。見て、この最高なスパイダーマン、まさにスパイダーマンだよね。インパクト大好き、インパクト大スパイダーマンなんで、これをちょっと2日目は着かましていきたいと思います。私たちがね、行く予定の日はすごい多分気温も高いので、はい、半袖で行きますね、うん、じゃあ次私ですね、はい、私もやっぱり赤と青コーデに着たいので、まず T シャツ、こちらの T シャツを着ます。このこっちも結構インパクトが特大なザ・スパイダーマン、スパイダーマンな T シャツを着ていきますね。これに青だね、やっぱり。じゃじゃーん、ザラの青のベロアのパンツを履きます。赤青コーデをしますね。で、私は靴はちょっと持っていくのが面倒なので、初日と同じマーチンを履きます。どうでしょうか。いいですね。もう1日でも2日も楽しみだね。カチューシャとか身につけ物系は向こうに行ったら揃えますので、完成形はインスタなどでご覧ください、はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、次紹介するのは超大事なものなので、あ、この動画飽きたわと思った方はここまで見てやめてください。次はこちらです。テセウススキャマンダーの杖しゃー。これでもここに入れたらさ、出せないよ。そっか、じゃあ手で持ってかなきゃいけない。そうだよ、飛行機とかも。しっかりとね。でもさ、向こうで買うならいらなくない。いや、杖2本いる。俺マット・アイ・ムーディ先生だから。だって向こうで何本か買えって言ってないじゃん。杖3本は欲しい。下から置いてきなよ。いや、絶対持ってく。邪魔だよ。オリバンダーから買ったこれはね、ちょっとしまっておきます。それ前浜で買ったやつだよ。イフスキアリで買ったやつだよ。偽物だ。次行こう、早く寝たい。あ、そうだね、ごめん。次がこちらです。ニュートスカマンダーの描いた幻の動物その生息地。あとは私のこのお泊まりセットを入れます。化粧品とかはね、朝にならないと入れれないから、まだ入れれないんですけど、これを入れました。あ、じゃあちょうどさ、俺も入れさせて。僕はオードムーギーをね、寝る前に使ってます。ドレッタのね、このジェル、これをね、絶対使ってます。これじゃないとダメです。あとはね、寝る時には絶対僕オーナインのシール、美肌の秘訣は何ですか。オーナインですね。でかすぎだろ。まあ、移し替えてね、持っていきます。まあ、とりあえずここに置いといて。あとは何だろう。あ、私の靴下。じゃじゃーん。私はしっかりとハリーポッターの靴下を持っているので、こちらを持っていきますよ。なので、しっかりこれを履いていきます。グリフィンドール製じゃん。あとは何だろう。大事なの忘れてるよ。缶バッジ。これこの前、前浜でやったんですよ。缶バッジをね、ちょっとつけていこうかな、なんて思ったりして。私はこの推しの、ダンブルドア先生とロンの缶バッジを持っていきます。あと僕はニット帽ですね。これやっぱさ、多分夜とかコンビニ行きたいとかさ、出れないちょっと散歩したいなっていう時、まあ、大阪もさ、ガチ初めてだろ。大阪初めてだからちょっとやっぱね、散歩もして、あ、危ない大阪って。あ、でも俺もこれ持っていけば大丈夫か。大丈夫。そんなもんですか。そうですね、下着とか、あと7あれじゃん、アイロンとか入れて。そうだね、朝使うものをあと朝入れたらそんなもんかな。そうだね、スーツケースはそんなもんです。なんとね、この半分しか埋まってないんですけど、これはもう帰りのお土産のために開けてるので。お土産多分やばいよ。あとは当日のカバン。基本的に俺らさ、持ち歩く荷物は小さいからこのぐらいで、ちょうど黄色でパフルパフ色があったんで。で、このカバンの中身はお財布ですね。しっかりとお財布も黄色。これプライベートで使ってわざわざ買ったやつだから黄色です。あとは予備充電ですね。これマグセーフでカチャってできるだけの大事な予備充電です。あとは GoPro ですね。これもちょっとディズニーの時やってるんだけど、俺らここにつけて歩き回るっていうのをやってるんで、ちょっとこれもね、しっかりと持っていきます。次が香水ですね。ザラのこれ女性用のやつですね。と今撮影しているカメラを持って僕は準備万端です。はい、そんな感じで準備ができましたので、もう早くお風呂に入って寝なければいけませんね。もう1時になっちゃう。やばいね、また撮影時間も。何のせい。なんか長かった、やたらと。もう長いね、マイク長いね。当日の様子は概要欄からチェックしてみてください。はい、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 TikTok、 Instagram のフォローもお願いします。で
では、せーの、バイボー。